はい、酒場うろちょろおまけ編その41です。串焼きダイニングゆうきさんに行ってきました。はい、提供は氷見牛牛やラーメンポルトでお送りします。はい、富山県高岡市上等にございます。はい、お酒は20歳を過ぎてからです。札幌のね、ジョッキがここは長いやつですね。細長い感じですね。いろんなタイプがあるんですね、生のジョッキも。はい、本日のおすすめでございます。よだれ鶏と新じゃがバター串焼きを頼みました。はい、よだれ串です。辛かったですね、やっぱりね。はい、新じゃがバター串焼き来ました。絶対熱いぞこれ。はい、気をつけて食べて。ほらいつもですよね。これもう学習能力がないですからね、ミスタンテ系はね。また熱々とか一口で頬張るんだろうな。まあネタみたいになってるからな、それも。あ、でも今日はお我慢してるのか。はい、恵比寿スタウトですね。高岡市で飲めるのはここだけ。あ、これはね、ぜひ飲んでおきましょう。はい、というわけで恵比寿スタウト来ました。クリーミートップ美味しいとね、苦しい顔しますね。僕はね、もっと美味しそうに飲めよ、本当にうまいって。はい、心残り、心臓のね、下のところですね。勝負やばいな。と思ったらなおさらうまいんだから。こんなもんじゃ。はい、今日もメニュー見ていきますよ。桃炭火焼きね、2人前のお得ですね。はい、せせり炙り焼き、おまかせ串焼き盛り。鶏皮ポン酢はいつも食べてるので今回は食べませんでした。はい、定番の焼き鳥メニューですね。極上レバーが安いですね。心残り書いてありますね。もうね、入ったらすぐ気になってね、頼んじゃいました。はい、定番の一品、サラダも3品あります。自慢の一品、お、だし巻き卵ですね。鶏天、鶏南蛮タルタルソース。早い、メニュー下ろすのが早いよ。あ、コースもあるんですね。霧島鶏の鍋コース。ほう、鍋もあるんですね。はい、これはね、テイクアウトですね。あ、こんなにたくさん、ほとんどじゃないですかこれ。すごいな。あ、オードブルもやってますね。はい、せせり炙り焼きです。1人前です。はい、もも炭火焼き、柚子胡椒がね、とっても合います。紅南高梅酒、はい、あ、おいしい。赤いわ。はい、若子酒のね、誇張したモノマネしますよ。プシューじゃないですよ。プシューじゃなくて、プシューです。ボー。ボー。ボー。はい、焼き鳥、串焼きダイニング、ゆうきさんでしたね。いやー、おしゃれな雰囲気で、美味しかったです。恵比寿スタウトがあるのはここだけということなんで、ぜひ、飲んでみてください。はい、美味しかったです。はい、じゃあ次どこ行こうかな。それではまた。